わお、これがチハタンズの突撃ね。なかなかクールじゃない。はい、私もチハタン学園名物の突撃を初めて生で見ましたけど、すごい迫力でした。いや、それほどのことでも。照れるであります。すみません、次の写真に移ります。無念であります。せっかく包囲していたのに、どうして突撃を選択したのか気になるところだな。西さん、その辺はどうだったんですか？お役に立てず申し訳ありません。士気が上がりすぎると本能がつい突撃を選択してしまうというか、なんというか。ああ、わかる。それ、素敵な彼氏と盛り上がるとイケイケって感じになっちゃうのと同じだよね、きっと。そうです、まさにそんな感じです。多分分かりやすい例示ありがとうございます。性分というやつか、なんとも厄介だな。突撃はチハタンの魂であります。お気持ちはよくわかるのですが。得意とする戦法があるのは悪いことではない。しかし繰り出すべき戦況、時期の決断が重要だな。そうね、それに状況もその時々で変わるから柔軟性も必要よね。おっしゃる通りです。故に我々は現在、迂回的突撃、転進的突撃などあらゆる突撃を身につけるべく鋭意特訓中です。なのであります。何それ、面白そう。今度私たちと練習試合しようよ。私も西さんたちの新しい戦い方を見てみたいです。喜んで。我々でよろしければいつでもお相手させていただきます。では次の写真に移りますね。ようやくカチューシャの出番ね。行くわよノンナ。はい、カチューシャ。この写真は防衛線側の車両ですね。ま、戦車が少ない割には頑張ってたと思うわ。カチューシャの敵じゃなかったけど、ほら中島、こっちに来るのよ。いやー、なんか照れるね。自動車部の中島だよ、よろしくね、かっちゃん。かっちゃんじゃないわよ。じゃあジェロニモ。あー、もうかっちゃんでいいわよ、かっちゃんで。中島さん、勝手に人にあだ名をつけるなんて失礼じゃない。かっちゃんは心が広いからきっと大丈夫だよ。カチューシャさん。は、はい。ほっぺにお弁当がついてるわよ。そういうことをおろそかにすると風紀が。あ、いけません、カチューシャ、すぐに拭きましょう。中島さん、園子さん、この時はどんな感じだったんですか？プラウダの砲撃はすごかったわよ。地形が変わるんじゃないかって思ったわ。だね。でもこっちの方が高いところにいたから、なんとか時間は稼げたって感じだったね。でも結局カチューシャの勝ちだったのよね。時間は稼げたんだから、私たちだって負けてないわ。迂回すれば早かったかもしれませんね、カチューシャ。いいの、あっちの戦力だって減らせたんだし、何よりカチューシャの強さを思い知らせなきゃいけなかったんだから。そうだね、あそこで粘っても結局カッちゃんにやられちゃったと思うから、撤退で正解だったんだよね。なんだか釈然としないけど、確かに撤退でよかったと私も思うわ。あなたたちもようやくカチューシャの凄さが分かったよね。やっぱり勝つまでやめないのね。ここまで来ると清々しいな。カチューシャさんは勝利に対してものすごくアクティブなんですね。それがカチューシャ殿らしさですから。皆さんありがとうございます。そろそろ次の思い出作戦、大洗守備隊の防衛戦を始めたいと思います。準備はいいですか？それではパンツァーフォー。スリップでついてきて、ね、それでは試合を始めます。え、突撃？あ、ちょっと待った、敵車両発見。てい、効いてる効いてる。おー、地上だね。先輩殿、我々も後に続くであります。
からダメだって、みんな無謀すぎ。西住隊長からこの陣地を守れって言われたでしょ。命令ってのは規則と同じなの。でもであります、規則は守るためにあるのよ。97式新砲塔砲塔機能ここよ。 T34 砲塔機能アグレッシブに攻めるのもいいけど、リタイアしちゃったら元も子もないんだよ。変身スイッチ装填完了。T34-76 行動不能。やったね。ここで戦うのは不利です。します。了解しました。試合終了。それじゃあさっさと片付けてお家に帰るよ。それでは試合を始めます。意外と粘るわね。遅れてるわよ。何を遊んでいるのかしら。うるさいわね。ちょっと手こずっているだけよ。敵車両発見よ。撃て。効いてるわね。やれば12時方向から攻撃。97式新砲塔砲塔不能。撃て。今の攻撃でリタイアソング。やればできるじゃない。発射。前進します。効いてるわね。Может лучше отступить? Катюша, このまま攻撃を続けて良いのですか？もちろんよ。こんな防衛線、必ず突破してやるんだから。前進します。何やってんの？下がりなさい。行く。装填完了よ。装填完了。待ちすぎて紅茶が冷めてしまいましたわ。仕方ないでしょ。もっと簡単に敵を突破できると思ったのよ。迂回すればよかったんですよ。試合終了。